しまったんだぜ。ミイラ取りがミイラになっちゃったわけね。ああ、これじゃ、警告の駆逐艦と同じだな。コロナが蔓延しちゃった、文部大王のことね。そうだ。腹立ち紛れに少しこのニュースをほじくっていくか。いいわね。じゃあ行ってみよう。ところでマリサは何部に入っちゃったの？帰宅部だぜ。冒頭でも説明したように、警告の深海部隊34人の乗組員たちが、駆逐艦、文部大王艦で新型コロナウイルスに感染したんだぜ。まあ、やるとは思ってたけど、やっぱりよね。ああ、文部大王艦は、11日にアフリカを出発後、52日ぶりに警告本土へと帰還したんだぜ。ずいぶん時間かかったわね。いろいろなところで補給をしたり、他の艦や軍隊に救助してもらったりしていたからな。とんだ迷惑者になっちゃったわね。海軍は同日、アフリカに緊急派遣された将兵147人が安全に近海海軍基地に入港し、文部大王艦と共に無事だったと発表したんだぜ。どこも無事じゃないでしょ。まあ、コロナの感染が広がりながらも、どうにか帰国できたことはいいニュースだな。お隣さんのバカさがわかっちゃったけどね。まあ、すでに世界中が知っているから大差ないがな、将兵らは艦艇の引き継ぎ作業をした後、所属部隊への復帰を目指す形だ。まずは療養しないとね。ああ、軍は今年の7月に、正海部隊第34陣でコロナ集団感染が発覚し、一気にパニックに陥ったんだ。パニックって、そういうシミュレーションしてなかったの？そもそも、コロナって何？状態だったのかもしれないな。というか、対策するお金がなかったんでしょ。それはありえるな。この大パニックに、輸送機を派遣して乗組員301人を国内へ緊急輸送し、どうにか事なきを得たんだぜ。いや、作戦が止まっちゃって大惨事でしょ。さらに、文部大王を引き取るために、両岸三艦所属の兵力を中心に引き継ぎ団を派遣したんだぜ。海洋を見回るだけの任務なのに、他の軍に迷惑をかけるというのがお笑いよね。本当だな。それではどのようなドタバタ劇があったのか、詳しく説明していくぜ。警告ドタバタ劇の始まりね。海賊対策としてアフリカ東部ソマリア沖に派遣された警告海軍だったが、駆逐艦、文部大王内で全乗組員301人中272人が新型コロナウイルスに感染したんだぜ。272人って、9割も感染したの？ああ、野球選手だったら、MVP が取れる打率だな。それでどんな任務中だったの？見回りなどの警戒任務以外に、海賊に拉致された警告国民を救出するはずだったんだぜ。それなのに、蓋を開けてみたら新型コロナに感染して船員の命が危うくなり、任務続行が不可能になっちゃったのね。ああ、結局、警告軍は18日に乗組員を帰国させるための輸送機を、2機現地に送り事態の収拾を図ったんだぜ。まさに、ミイラ取りがミイラになったわけね。そういうことだ。今回コロナに壊滅されかけたのは2番艦の文部大王だが、どうやら寄港先でコロナウイルスを拾ってしまったらしいんだ。落ちてるものは拾っちゃダメだってお母さんに言われたでしょ。そういうことではないがな。そして拾ってきたコロナウイルスが船内で広まり、集団感染したという構造なんだぜ。ワクチン接種済みの乗組員はいなかったの？もちろん、いない。威張っていうことじゃない。6月末以降、補給の度にコロナウイルスに感染する可能性があったようで、世界的にもその安全管理体制の甘さが指摘されているぜ。そんな警告の新型コロナウイルス集団感染だが、実は日本でも似たような事案があったんだぜ。この日本で？ああ、そもそも自衛隊のワクチン接種率はあまり高くないし、海上自衛隊ではないが、海上保安庁の職員が新型コロナウイルスに感染した事案はあったな。ああ、ショーパブで飲んだ後に感染が発覚したやつね。そうだ。蔓延こそしなかったが、日本でもそういうケースはゼロとは言い切れないということだな。だからって、警告のような一つの船で9割の乗組員が感染、なんていうことじゃないわよ。超ハイパフォーマンスな感染率だぜ。だから、自慢できるとこないってば、リスクマネジメントを一から勉強し直した方がいいよな。間違いないわ。そりゃ、コロナウイルスの感染率は高いけどな。いくらなんでも9割感染は多すぎよね。大騒ぎになったダイヤモンドプリンセス号でも船員1068人、乗客2645人の計3713人だからな。感染率ってどれくらいだったっけ？確定症例が712例確認されて、少なくとも14例の死亡が確認されたから、致命率 2% 程度で感染率は2割弱といったところだろう。ダイヤモンドプリンセス号でも2割程度なのね。ああ、どうやったら軍隊で9割も感染するのか知りたいものだぜ。だが最初のうちは、数名の感染者だけが確認されていたんだぜ。数名からなんでこんなに大規模な集団感染になったの？8月16日報道時は、警告海軍の駆逐艦乗組員6人が新型コロナウイルスに感染して、政府の判断で乗組員全員を
早期で国へ帰国させる方針だったんだ。ふむふむ、その後15日に、国防部がソマリア沖のアデン湾に派遣されている、政界部隊の第34陣を乗せた駆逐艦、文部大王で、新型コロナ感染者が6人出たと報道したんだ。同じじゃない、ここまではな。感染が判明した6人を隔離して、疑わしい症状が出ている乗組員80人も隔離したのに、結局は272人が感染していたというわけだ。最後の最後まで感染者の実態が見えなかったわけね。ああ、最終的な感染者が出るまでに、全員を隔離していれば9割も感染しなかったろうな。李春新旧駆逐艦2番艦、文部大王が壊滅したことで、救助に向かったのが多目的空中給油輸送機、KC-330 なんだ。あれ？ KC-330 って、救助用だったっけ？いや、KC-330 は輸送や補給用の航空機で、人命救助などには普段は使われてはいないんだ。じゃあ、なんで飛ばしちゃったのよ？それは、英国海軍は空軍にこれ以外に飛ばせる救助機がなかったからなんだぜ。どんだけ兵力貧弱なの？このエアバス製の空中輸送機は、英国で唯一の空飛ぶ輸送機なわけだ。空飛ぶのは当たり前でしょ。だが他の輸送機や航空機が、自滅して墜落する英国では、貴重な輸送機なんだぜ。確かに。そして、このエアバス製の KC-330 を飛ばして救助に向かったのが、オアシス作戦なわけだな。コロナウイルスに感染した兵隊を救うのが、オアシス作戦ってどういう感性なの？我々には、さっぱりだぜ。しかも、英国保有の KC-330 は4機しかないんだぜ。4機で普段どうやって運用してるのよ。しかも、そのうちの2機を救助に向かわせるしかなかったため、留守中に何かあっても取り返しがつかない状態だったんだぜ。もし何か問題が起きて、空中給油機が必要になったらどうするのよ。まあ、KC-330 しかないんだから、兵隊の救助用にこの機体を選んだのは間違いではないがな。いろいろと問題がある作戦なのは事実だぜ。そもそも KC-330 ってどんな機体なの？航続距離は12,500km で、なかなかに優秀な機体なんだぜ。そうなのね。確か、C-130 という輸送機も保有していた気がするな。そんな名前のがあったわよね。だが、C-130 は航続距離が 3791km くらいしかなく、巡航速度で劣るから出さなかったんだろうが、給油機を出すほどなのか？という疑問は残るな。まあ、何はともあれ KC-330 のおかげで、アデン湾から301人の乗組員が帰国できたのは、悪くないわね。ああ、短期間に決断して、英国海軍の兵士たちを自国に帰国させたのだから、合格点といったところだな。今回の問題が発生したのは、英国軍の対応が悪かったという意見も多いんだぜ。確かに、感染対策しなさすぎよ。ソーク国防長官は、国防総省のブリーフィングルーム内で、原因鉄合同参謀議長、バブジュミン次官とともに、今回の事態について頭を下げて謝罪したんだぜ。ごめんなさい、できたのは偉いわね。ソーク国防長官は、政界部隊34新将兵を丁寧に統率できなかったからこそ、今回の事態が発生した。として国防長官の責任を痛感すると締めくくったんだ。責任はちゃんと取らないとね。それに、政界部隊の将兵や家族の皆さんと、国民の皆さんに深い謝罪の念を申し上げる、とも言っているんだぜ。珍しく反省できてるじゃないの。こうした中、軍周辺では、軍首脳部がワクチン供給に頭を使っていれば起きなかった問題として、事態が大きくなったのは軍首脳部にあると非難されている形だ。当たり前のことが当たり前にできる、日本はすごいわね。ああ、海軍艦艇が感染病で作戦続行不能になり、全員帰国するなんて前代未聞だからな。K国の歴史に、新たな1ページが刻まれたわけね。破り去ってしまいたい1ページだな。これらのニュースに対して、様々なコメントが来ているんだぜ。紹介してね。それでは行くぜ。船での感染症といえば、ダイヤモンドプリンセス号があるが、それよりもひどい状況で客船と艦船という違いがあるにしてもひどいと思う。米軍や英軍でもあったけどね。自慢の軽貿易はどうなっちゃったの？統制が容易な船の乗組員くらい、警告は貿易模範国なんだから、対処できたのでは？という意見が来ているぜ。ダイヤモンドプリンセス号がよく引き合いに出されるけど、こっちは海軍での話なのよね。ああ。お国のお偉いさんが統制している軍隊でこれでは、問題ありだぜ。それに、いつも自慢している警告の貿易力はどこへ行ったのよ？まさに、穴あきマスク状態の貿易だったんだな。アベノマスクを分けてあげたいくらいね。ほんとだな。他にも、乗組員全員が船を置いて飛行機で帰る。恥でしかないが、もう船内がパニックだったんだろう。やはり船長が一番最初に逃げ出したのかな？軍人が自分の身も守れなくて、何しに外国へ来たんでしょうね。という意見もあるぜ。恥でしかないし、もっとしっかりした対策が必要ね。ああ、
ブリーフィングで感染対策を徹底した方がいいな。二度と今回みたいなことが起きないようにね。ああ、手洗いうがいと、マスクをすればバッチリだぜ。警告の場合、食べた後に手洗いうがいをしてそうね。おいおい、それじゃ順序が逆だぜ。もっと一国家としてのプライドを持ってほしいわね。ああ、見えばかりではなく、人命も大事にしてほしいな。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録、高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次。